飯田橋駅は東京都千代田区、新宿区、文京区にある東日本旅客鉄道、東京地下鉄、東京都交通局の駅である。JR 東日本、東京メトロ及び都営地下鉄の計算車が乗り入れ、接続駅となっている。また東京メトロの東西線と有楽町線、東西線と南北線が交差する唯一の駅でもある。 JR 東日本の駅に乗り入れている路線は中央本線であるが、東駅には観光線を走る中央、総武線各駅停車のみが停車する。また、特定特市内制度における東京都区内及び東京山手線内に移属しており、各路線ごとに駅番号が付与されている。地下鉄路線は東西線と有楽町線。 南北線及び大江戸線の4路線が乗り入れており、各路線ごとに駅番号が付与されている。当駅は1928年に中央本線の複々線化に伴い、従来設置していた牛込駅と飯田町駅の近距離電車ホームを分離し、これらを統合する形で開業した経緯がある。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を自宅している。 水道橋駅管理の業務委託駅。島式ホーム一面二線を有する高架駅。駅舎は東西に出口がある。地形が傾斜しているため、東口側は高架駅舎のようになっているが、西口側は橋上駅舎となっている。江戸城外堀屋との史跡区域に入る西口駅舎は、景観に与える影響を考え、日本建築のソリをモチーフとした佇まいとして、 建築されており、2階には商業施設の他に、史跡長望デッキも設けられている。牛込駅と飯田町駅を統合時に設置されたホームは、曲線半径300メートルの急カーブに位置しており、電車が停車した際に、隙間が最大約33センチメートル、高低差が最大20センチメートル生まれ、年間で平均10件ほどの転落事故が起きていた。このため、 2014年7月2日に JR 東日本は抜本的な対策としてホームを牛込橋を中心とした新宿方の直線区間へ約200メートル移設してホームと車両の隙間を解消させるとともに西口駅舎の建て替えと駅前広場の整備を実施することを発表した新しく建設するホームにあたる位置には最大で33.3パーミルという勾配があり 建設する際に障害となったため、勾配を緩やかにする工事を実施し、18.5パーミルに緩和した上で建設された。また、新ホームの一部が、江戸城外ホリアとの史跡区域に入っているため、埋蔵文化財の有無や正確な位置を、ボーリング調査などで把握した上で工事を行うなど、市中移行へできる限りの配慮を行った上で、建設されている。なお、新駅舎や、 新ホームの共用に伴い、移設前のホームは東口への連絡通路として活用されている。乗り場発車メロディ1番線では、サウンドフォーラム2番線では、サウンドファクトリー制作の発車メロディを使用している。東西線は中柱のある相対式ホーム2面2線、有楽町線と南北線は共に島式ホーム1面2線を有する地下駅である。有楽町線。 南北線のホームは新宿区西東端となっている。東西線のホームは目白通り、有楽町線と南北線のホームは外堀通り、それぞれの地下に設置されており、JR の駅を挟んで徒歩5分ほどの距離がある。そのため、東西線と有楽町線、南北線は改札が別になっている。JR とのホームまでの距離は東西線、有楽町線、 南北線のいずれも比較的近かったが2020年の JR のホーム移転により東西線だけが接続する他の全路線から遠くなってしまった。また東西線の駅は1991年から1997年にかけて駅改良工事により中の方約105メートルにわたってホーム幅を3.8メートルから7.5メートルとする拡幅が行われ 各福部の上部にコンコースを増設し、ホーム中ほどにも階段を新設して、混雑緩和を図った。駅む管区所在駅であり、飯田橋駅、む管区として、飯田橋地域、球団下地域、高田馬場,場地域を管理する。過去には、東西線と有楽町線に飯田橋県尺が設置され、廃止後も留置線として用いられている。 有料座席指定列車 S トレインは平日ダイヤのみ、有楽町線に乗り入れ、当駅にも停車する。なお、当駅から東京メトロ線内のみの乗車はできない。乗り場発車メロディ全ホームで発車メロディを使用している。東西線ホームでは、向谷実る作曲のメロディ、有楽町線ホームと南北線ホームでは、スイッチ制作のメロディを使用している。 島式ホーム一面二線を有する地下駅。ホームは先に建設された東京メトロ各線を避けるため、地下32.1メートルと非常に深い位置にある。当駅は都営地下鉄全体、大江戸線内では7番目に深い位置にホームがあり、当駅前後では高低差が激しくなる。ただし駅津と無室は非常に浅い位置にあり、壁と天井の換気及び最高が、 わずかに道路上に露出していることが利用客の入れる部分からも見える。当駅周辺には多数の地下鉄、首都高速5号池袋線や神田川、下水道管、東京電力の東道など重要構造物が多数あることや、地上の外堀通り、目白通りなどが交差する飯田橋交差点は交通量が非常に多く、長期間の車線規制は困難であることから、 建設には特殊なシールド工法を採用した。これは、世界初の三新円泥水式液シールド工法を採用することで、幅17.1メートル、延長275.0メートルにわたって、ホームと旅客用通路部を同時掘削を行った。車椅子の利用としては、東京メトロ及び JR 中央観光線と、 大江戸線間との相互の乗り換えは、車椅子対応エスカレーターはあるものの、距離もあり、時間もかかる。駅業務は、東京都へ交通協力会に委託されている。乗り場大江戸線の駅デザイン2000年に開業した、大江戸線飯田橋駅は、建築家の渡辺誠が設計し、日本建築学会賞を受賞した。特に階段。 エスカレーターの上の天井を走るウェブフレームと呼ばれる緑色の骨組みは構造的、空間的な条件を与えてコンピュータプログラムによる携帯生成を行うという半ば実験的な建築設計手法を具現化した作品である。そのウェブフレームには照明がはめ込まれている。この手法は九州新幹線新水俣駅前の新水俣門にも用いられている。 さらに C3 出入口にある換気筒は葉っぱをデザインしたものであり、ウェブフレームと合わせて植物が根を伸ばして花を咲かせるという設計となっている。各年度の1日平均乗降人員は下表の通りである。各年度の1日平均乗車人員は下表の通りである。駅から最も近いのが飯田橋駅前停留所であり、他に飯田橋と 都営飯田橋駅前停留所、文京区、コミュニティバス、B イーグルの小石川工楽園入り口と、工楽一丁目停留所も近い。千代田区地域福祉交通、風車も利用できる。なお、都営飯田橋駅前停留所については2000年12月11日まで、使用していた秋76系統、飯田橋終点停留所と同じ位置に設置されている。 注釈出展報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。